はい。A は B よりちっちゃくて、はい。まあ、0小なり A 小なり B、はい。A プラス B イコール2。これでいいんですね。これはいいんですね。はい。それでかいどうぞ。A プラス B イコール2。イコール2ですね。はい。はい。1A。はい。B。はい。AB。はい。2分の A 2乗プラス B 2乗。はい。の大小関係を求めなさいという問題です。で、これをじゃあ皆さん共有しましょう。できた方がいいです。いいですか？これですね、どう解くかだったんですが、まあ、これが大変なヒントで、大小の時は大小比較っていうのは差を取れと言われてきます。だから大きいもの、どっちが大きいか小さいか分かんないけど、2つのものを引いて正になれば、あ、これもうちょっと丸じゃダメですけど、ただ丸と三角を比べましょう。そしたらこれが正になれば、まあ当たり前ですけどこうなって、こっちがでかいと。じゃあこれを全部するんですかという話になるわけで、ちょっととてもじゃないけど気が狂いますね。だからこれを、まあ本当は全部した方がいいんですけど、じゃあこれをまあ少しでもなんか技を使って楽にしましょうというやり方を今からします。で、今回試験範囲なんで、はい、心を込めてみてください。で、一応基本はこうだと。ただ全部にこれをしたら大変なことになるので、まずまあこれは確定ですな。 A と B でこうなって、でその前にこれをうまく使うんです。これがポイントで、 A たす B が2の時に B イコールマイナス A たす2です。で、ここでグラフを考えます。こう書くんです。で、Y 切片だから X、 Y が B で X が A みたいになって考えて、これ2、2になります。で、こういうグラフになります。これはよろしいですか。ちょっとって感じがするけど、こう書くんですね。で、こう書きますと、まあ、ちょうど1、1を通るんですけど、で、次に、もう一個考えて、このヒントがあります。B 大なり A となってます。で、これは、まあ、XY で書けば、YX もあります。これ初めてだと思います。ちょっと一応書きますよ。で、これこうなるとね、Y イコール X というグラフはこうなります。これは皆さん知っての通りです。じゃあこうやって不等式になったらどうするかというと、じゃあ試しに10を入れてみましょう。XY に。で、10だから、ここのところに1を入れて0です。これはありえますか？ X に1で Y が0。これって。ありえないよね。ということは、10側ではないということなんです。ということは、こっち側になるということになります。よろしいですか？で、これポイントでね、この式が成り立つっていうのはどういうことかって、この直線上の点だと思います。で、この不等式が成り立つということはどういうことかというと、まず10を入れてみてうまくいかないってことは、10じゃない側だというようになります。で、もちろんこの直線上ではありません。こうなります。で、だいぶヒントが出てきました。で、そうなるとどうなるかというと、これ今条件でしょ、条件でしょ。ってことは、ちょっとここに点線を書きます。点線を書きます。そしてこっち側だということは、こっち側だけです。ってことは、ここが実はまあ点線ですね。点線になるわけです。ダメだダメだ。したらここだけです。ところが今 A も B も正です。ってことは、こう第一象限の中だけです。で、ということは、ここも点線になります。ということは、実線になるのはここだけです。さらに、今この点線は入っちゃいけないんですよね。イコールじゃダメですよね。ということは、ここは白丸です。白丸って入っちゃいけない。で、ここも白丸です。ゼロより大きいから。ということは、実はたったこれだけになります。で、その時にちょうどここのところは1でございまして、じゃあ A は0から1の間になります。これからですね。ってことは、 A は0から1だってことが分かります。で、 B はどうなるかというと、逆に今度は1から2だとこうなります。だから B は1から2ということが分かります。よろしいですか？ついてきてます？疑問点ありますか？これは早いやろ。案外
答案作るとき楽ですよ。こういうふうに答案を作っていきます。これはもう嘘はないよね。みんな分かってくれてるよね。でこの答案を書けば本番大丈夫です。で、こう持ってきて、これでまず、一つ分かったのは、こういう関係式ができました。ここまでは順調だったんですね。で、あと、その先なんですけど、じゃあ次は AB でございます。したらこの AB というものはどうなるかというと、まあ、ここにまたヒントがあって、 B イコールマイナス A たす2というヒントがあります。で、それを使って、A でマイナス A たす2ってこう書きます。で、これってグラフどうなるかというと、実はこれまた A で縦軸を AB と取ります。そうすると、マイナス A だから、まあ、グラフまずこれ A が0で0になります。で、A が2で0になります。ということはこういうグラフになりますよ。これ分かりますか？初めての子分かんない？分かんないね。そしたらこれって A の二次関数でしょ。だからこれ y イコールみたいに考えて、 y イコール x マイナス x たす2って考えます。で、まあこれちょっと考えるとマイナス x 次乗プラス 2x ですね。で、これってこのグラフとこのグラフだったら、このグラフダメだよ、こっちだよね。で、こっちのグラフにする。で、まあ同じことなんですけど、じゃあ因数分解したらこうなりません？したらちょうど x が0と x が2で y が0になるでしょ。ってことは、02と、すいません、00か。x が0を入れて y が0。x が2を入れて y が0ってこうなるでしょ。ってことは、こうだよね。で、結局こうなります。そして、今のところこう来ましたが、今、a の範囲ですね。すいません、これこうなったんですよ。こうなったんですよ。これ ab ですよ。したら A の範囲は今0から1だって書いてます。これがポイントです。もうここでこれが生きてくるんです、全部で。 A が0から1ならば、ちょうどまあこのグラフ書くとね、まあちゃんと書きましょうか。マイナス A 次乗プラス 2A、 だから今までの二次不等式の力がフル活用されるんですけど、こう A 方完成みんなもできるようになってますよね。これ半分で1で、プラス1とこうなります。よろしいです、ついていってます。で、そうなるとここは1で、ここは1だとなります。アンド、ここは1から1で、 A は0から1しかダメだから、ここだと。ってことはここが濃ゆくて、あと点線になりますということになります。で、ちょっとまあ、本当は本番は皆さん色を使えないんでしょうけど、一応こう書きますね。こうですね。で、こっちもそうですね。こうでございます。そしたら、じゃあ AB という数字は0から1の間を動くということが分かりました。ということは AB は0から1の間ってことは A との戦いになりますね。 A と AB どっちが大きいかという戦争になります。こういう状態になります。で、その時にまたこれをグラフで使うんですが、もう一個いきましょう。ですね、入ってるかな。まあいきましょう。今度横が A で、これ A ってなったらグラフはこうですよね。y イコール x と同じですよね。 a と a で、今 ab となった場合は赤で ab を書きましょう。 ab だったらこうでしたね。で、まああと点線、あ、まあまあここだけですけどね、まあもしグラフ書くならこうなります。で、今範囲が0から1です。だから0から1だから赤の方が上でしょう。だから1より ab の方がでかいってことが、一じゃなくて A より、ごめんなさい、 A より AB がでかいですね。 A より AB がでかいということがありました。ということでこの修正が始まります。どう修正するかというと、これに追加が始まりまして、 A より AB がでかい 1B というふうになります。で、ちょっと黒板の整理をしたいので、ここまでメモってください。まあ、なんか厄介そうな2分の A 次乗足す B 次乗でございます。で、これがどうするかなんですが、じゃやっぱりこれもですね、文字を消すんですね。2分の A 次乗、今 B イコールマイナス A 足す2というヒントをうまく使います。で、前回これを、基本的にやっぱ代入するってことですね。こうしてください。で、1文字にするんですけど、
まずこれいきましょう。してこうなったら a 次乗プラス a 次乗マイナス 4a プラス4とこうなります。で2分の 2a 次乗マイナス 4a プラス4と、よろしいですかね今のところ。ちょっとドキドキでいきますけどこうなります。確か前回ここまでこういう感じでいきました。でこれがまあこの欲しい式のこういうになっています。で、やっぱりさっきと同じでこのグラフを書こうということをします。次乗、プラス1ですか。あでも一応こういきましょう。そうするとこれ2分の a 次乗足す b 次乗を要するに目で視覚化してるんですよね。僕のやり方って目で見て分かるようにしてるんです。これがポイントなんですけど、で、1でございまして1です。で y 切片は2ですね。ここでしたよね。そしたらこういうグラフになります。で今 a の範囲は0から1でございます。でそこで、まあ0から1だからこの曲がった部分になるかというふうになります。でそうすると、1から2の間はこの数字は取ることが分かりました。おお、これはなかなかですな。で1から2取るってことはまあこの B との整数になるわけですね。 B との整数になります。で、そうなってくると今度は B との代償関係をしていきます。で本当はねもう AB が A との戦争になったんだから、あ B との戦争だなって先回りして、今僕はこれ A の式にしたんだけど B の式に変えてもよかったんだけど、一応まあこれは王道できちっとこの A で考えたということです。だけど実際は B と、この数字これがどっちが大きいかという話になっております。そしたらちょっとここ消しますね。すいませんね、余談の話は分かりにくかったかもしれませんけど、とりあえずこの2分の a 乗足す b 乗というのは1から2だということが分かったと。そしたら、ここの1から2の間っていうのは b があるから b との戦争だというふうになります。で、まあ、分かるんでしょうけど、じゃあ b 引く2分の a 乗引く b 乗というのはやってみましょうと。どっちが大きいか分かんないからね。でこれは全部 B に文字を切り替えた方がいいので、これは B イコールマイナス A たす2ですが、と同時にこれは、A イコールマイナス B たす2と同じ意味でございます。ですから、ここはマイナス B たす2の次乗プラス B 次乗になります。で、あとはまあ全部頑張っていけばいいだけの話ですけど、ちょっといきましょうか。さあ、これはもう分かってるとこれ分かりますかね。ただここが A と B が入れ替わっただけでしょ。だから結果まあ怖い人はやってください。怖い人はやってください。でまあそんなことしたらまあ B 次乗まあまあこういうのは嫌だな、こうなります。でそうなったら、マイナス B 次乗プラス 3B マイナス2となります。因数分解できるかな。ああできた。もう できるのは信用するよ。じゃあもういきなりこう、ごめんなさい、いきますよ。これ因数分解しますよ。したら一応できないものと思って僕やってますからね、皆さんがね、こうなんですね。そしたら B でこういうグラフで1と2と、して B は今1から2の間だから正だというふうになる。よって、B の方がでかいということで、結論はどうなるかというと B の方がでかいんでこれにさらに書き加えていきましょう。0より A で AB で1で、そして正だから B の方がでかいんで、2分の A 次乗足す B 次乗で B と、これは答えになります。いいですか。で、ちょっとこう囲みましょう。こうになります。
だからあと、まあ、これを書いておった方がいいかもしれませんな。こう書いておけばいいですか。疑問点ありますか。じゃあ、残り時間メモってください。回答はこれでいいです。だから徹底的に二次不等式を使いまくる。本番はでそれでいけます。 OK ですね。疑問点ないですね。じゃあメモってください。